です。ナーミクです。今日は私とゆらりの毎日メイクを紹介したいと思います。私たちはね、モデルとして仕事をしてるので、はい、メイクはね、めっちゃ勉強してます。はい、学校の日はもちろんメイクしないんですけど休日の日とかお仕事の日のためにメイクを勉強してネットとかね、雑誌とかね、いろいろ見て、あとメイクさんに教えてもらったりとかして結構勉強してます。最近は全然つけようとかしないんですけど、ダンスのステージとかの時、濃いメイクする時はつけましたりしてました。というわけで、今から私たちがやってる普段のメイクを紹介していきます。はい、それではスタート。じゃあ今日はね、一瞬美容系 YouTuber になります、はい、これです。ポーランド上モイスチャーライジングファンデーションプライマー S01 番。めっちゃ長いか長い私はキャンメイクのコンシーラーを使っていきます。クリスマスプレゼントにずっと欲しかったのをやっと買ってもらって、高いからお母さんにめっちゃしぶしぶってもらって、適当に万年とか、なんか恥ずかしいね。カメラの前でメイクするの恥ずかしい。そう、私クマがねすごいんだよね。メイベリンのフィットミーコンシーラー10番。で、次、もうだいぶ使ってるんでもう少ないんですけど、パウダーですね。これを今から顔に塗っていきます。ね、切れやすい人にあるみたいな淡いの、これをちょっと隠します。青いの、そこ、ここ分かる。あー、なんか分かるかも。でも私にはないかも。よくいるやつ、鼻の下伸びるやつ。これシュールすぎない？ちょっと次はキャンメイクマシュマロフィニッシュパウダー MO マットオークルです。私は次シャドウに入っていきます。パーフェクトスタイリストアイズ16番。もう本当にないんですよね、使いすぎて。これを今から塗っていきます。で、最初この一番左上にある薄いどうした？私これをですね、こういう上に取ったら手の甲にこうなじませてから眉毛までらへんのところさっと絶対的になじませていきます。反対の目もやっていきます。これでパパパーって適当にやって、で、眉毛濃いの、濃いの眉毛急に、何急に濃いの、私薄いの眉毛ないの、ないですかみたいな。なんかね、女の子のうわわって生えてる感じの眉毛がすごい羨ましいの。次は右上のこれを取って、手の甲なじませてからこうやってアイホールって言うんですか、アイホールのところに全体的に塗って、え、何ですか、もうごめんごめん、なんで待ってんの今ね、カメラにこうやってやってたんだよ、うん、こうやってやってた時にここにシワが刻まれて、あ、それが面白かったのね。それが面白かった。なじませました。この一番濃い色、手の甲にちょっとなじませてから、目尻をまずこうやってからちょっとずつサッ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 とやっていきます。で、これを反対の目もやります。はい、交代しましょう。交代します。はい、眉毛を本当に描かなくていいんだけど、別にここの辺が薄いから、この細いのでこうやって取ってやります。ここにちょっと残ってるのをここからこうやっておー、取って、なるほどね。で、なぞります。そしたら濃いのは茶色くしてごまかそうかなと思って、インテグレートニュアンスアイブロウマスカラっていうやつで茶色くします。でも髪の毛が黒いから合わないかなって思ったけど、まあいいや。次は、あ、1個忘れてた、ここの色をちょっと取ります。そしたらまたなじませてから目尻に塗ります。したらですね、これとこれを手の甲で混ぜます。その混ぜたやつを眉毛のところから鼻筋にかけてやっていきます。やるときは広げてやっちゃうと鼻がボンってでかく強調されちゃうので、まっすぐ下に下ろす感じでこの色を鼻筋したら、おでこなんかこの辺にパーって。で、あとは割れてた時のここのリフィールのところにまっすぐ横にさっさと引きます。こんな感じです。じゃあ次はアイシャドウをやります。まずチュードハウスプレイカラーアイシャドウピーチファームのここ、これを塗ります。目尻の方とかを濃いめにして、同じのを三角ゾーンに塗ります。反対も同じです。次にケイトのダブルラインエキスパート、これで涙袋の影を描きます。この真ん中ら辺にこんな感じでやって、すぐに指で横にぼかします。こっちもこうなります。したら涙袋にこの色をのせます。
最後にクリオのプリズメアシャドウスパークリングの16番コーラルで、これラメなんです。めっちゃ可愛くないですか？可愛い。これをまぶたの真ん中にのせて左右にこうやってぼかします。ツヤツヤになるんです。はい、これでアイシャドウ終わり。ガグはこれです。キャンメイクライティングリキッドアイズ01番です。これを洗ってプクってなるところにちょ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 みたいな手でちょっと出して、これやった後に先ほども出てきましたこのアイシャドウの真ん中のこのキラキラを取って手になじませてからキラキラっとのせます。で、なぜ私はチップを使わないのかというと、個人的に手の方が肌に馴染みやすいと思うので手を使ってアイシャドウやってます。これで涙袋は終わりです。アイラインです。こちらケイトアイフレームデザイナー BR の1って書いてあります。これを使います。まず最初に私リキッドだけやっちゃうとうまく線が引けないので最初にペンシル引きます。ちょっとあっち向いてやるごめんなさい皆さん。じゃあその間に私もやります。アイラインです。私は二重幅がそんなに広い方じゃないので上にしっかりアイラインを引いちゃうとなくなるんです、目が。だからこのまつげの間を埋める感じで引いていきます。キャンメイクのクリーミータッチライナーのブラウンです。これをまつげの間を埋める感じで描きます。私もそうしてます。慣れないね、うん、全然慣れない。まだまだ美容系 YouTuber にほどとはい、まつげの間が埋まりました。次に目尻を引いていきます。ラブライナーのベビーブラウンです。これを目尻に垂れ目な感じで引きます。もともと目がつってる方だから目のラインの延長線上にフスってやります。ペンシル今上引き終わりました。次このペンシルのままでこことあと反対のここですね、埋めるってほどでもないけどやっていきます。終わったので次はビューラーをします。マキアージュです。お母さんのお下がりでここのカーブが深くないから私の目の形に合ってってすごい上げやすいですペンシル終わりました。そしたら次リキッドやっていきます。ペンシルの上をなぞるというか引いていきます。で太くなりすぎずいくのがポイントですね。後ろ向きですみません。次にマスカラします。ルジャブのナッシュアップ系です。これはダマりができなくて自分のまつげを際立ててくれるやつです。すっごい綺麗に上がりません？これすごい好き。下まつげは本当に少しだけのせます。これでアイメイク完成です。私なんかダマダマしてるやつよりもセパレートな感じの方が好きだからまつげをコームで溶かします。アイライン引きました。とビューラーで上げる。私は次ビューラーでやっていきます。はい、次にチークやります。チークはセザンヌのナチュラルチーク N01 番です。私は結構可愛くなる気がするから上の方に塗ります。斜めにこうやって入れます。マスカラやっていきます。ファシオのパワフルカールマスカラ EX カッコボリューム BR の300 L8 って書いてあります。これを今から塗っていきます。さっさとシェーディングです。顔を自分の中で気持ちなんですけどこれ塗っちゃうと安心するから頬骨を引っ込めたいからこの辺に塗って、でここのほっぺのところにこう塗ります。そしたら次にハイライトをやります。キャンメイクのクリームハイライター01番です。これはツヤツヤさせたいから鼻の付け根の低くなってるところにのせて、目頭にのせて、ほっぺの高い位置と眉毛の下、顔が明るくなるような気がするので気がするので顎とここに塗ってツヤツヤってなります。下まつげ塗っていきます。まつげは終わりです。次ハイライター、キャンメイクのハイライター01番です。これを鼻筋にスッ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 とやって T ゾーンまた取って割れた時のこのてっぺんのところまっすぐ横にこうさっさと
ちょっと眉毛描きますね。眉毛はケイトラズティングデザインアイブロウ WNBR1 明るい茶色、それを塗っていきます。このミラー、これ韓国語でモモカって書いてあるんですけど、かわいい。これピティさんからもらったシールです。ありがとう、つけてくれて嬉しい。でピティさんの声、100均だからめっちゃデコってなんか子供っぽいけど可愛くしました。眉毛描いたら私はいつもこんな眉頭こうちょっとぼかします。チークはケイトの 3D コントラスティングチークス OR1 です。私はそのチークこうやって塗るのはあんまやんないんですけど、このチークをどう使うかというとですね、こっちから流れるようにさっさっさと取ったらここに、まあ、つけるんですけど、ここにつけます。私はなぜかというと小顔効果です。まあ待った適当にパファファみたいな感じで軽くつけます。これ小顔効果だと思ってます。口やっていきます。リップじゃない。口やっていきます。オペラのシアーリップカラー N101番レッドです。これがなんかすごい人気みたいなんですけど、これも普段使ってるんですけど、この間新しく買ったから使おうと思ってできました。私はリュクスマットリップカラー15レッドカーペットって書いてあります。ボビーブラウンというブランドの口紅です。結構赤いです。ちょっと濃いめの赤ですね。これは誕生日の時にファンの方からいただいたもので、すごいお気に入りです。これはグロスが棒状になったものなのでプルプルになります。はい、塗りました。はい、というわけで2人ともメイク完成しました。完成。結構タイプ違うね。そうだね。私ブラウン系メイク、私はツヤツヤした方が好きっていう感じのメイクでした。はい。普段はピンクラテ TV とかではあのプロのメイクさんがちゃんとやってくれるから、それとは全然違う顔かなって思うんですけど、まだまだメイク下手くそなのでもっと研究します。普段遊びに行ったりとかするときはこういうメイクをしてます。美容系 YouTuber タイム終了です。終了です。お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。参考になることとかあったら嬉しいですね。はいはい。というわけでこの動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。